こんにちは、カベマユミと三姉妹の三人の玄関先で届いた宅配物を開けるシリーズです。同じ服なのでバレバレです。今日は2本取らせていただいております。はい、今日はですね、その代わり2つのものを一度にご紹介します。これは何かと言いますと、私はあの買い物をネット通販はもう年寄りだし、いろんなことをやることともうわけがわからなくなってしまうので、もうやり方とかいろいろあるじゃないですか。だからほとんどが楽天です。楽天にないものとか本とかはアマゾンです。まああと、ショップですね、ユニクロとかプリーズとか、なんかそういうのはもう直接ですが、できる限りたくさんあるともうパスワードが何だったっけとか何だんだってなりますので、できる限り楽天に絞っております。で、いろんなところでこう今ポイントとかつきますよね。で、ポイントとかもあのなんかどれが何のポイントかもうわけがわからないので、基本的にポイントはあんまり、気にしてません。しかしながら楽天だけはちゃんと、もう意識をして、よくキャンペーンで 10個のお店のものを買うと10倍とかありますよね。で、なんかいくつか買って6個とかになると、あと何個か買うとあれだなとか思って、ついつい、確かあれも買っとこうかなとか、なんかその中でいつも10個とかなるんですね。で、その時に、どうしても、その欲しいものをなくなんかなと思った時に、1000円ポッキリグルメっていうのがあります。で、その1000円ポッキリグルメでいろんなこう、ものがバーっとあって、その1000円ポッキリで送料込みで、すると、また、こう、倍化されるみたいな感じで、で、いろんなものがあるんですね。で、その子でいつも私は、いろいろ試しています。あ、これなんか面白そうだなとか、ああいうのやっぱり、なんか、個人的に好き嫌いとか当たり外れとかあると思うんですが、私的にはちょっと、あれこれ面白そう。ああ、これいいな。じゃあまた買おうとか。ああ、これやっぱり私的にはちょっと、まあいいや、勉強代とかなんかそんな感じでやってる中で、今日はその2つをこの前の、時に買ったもので、これは、1回買って気に入って、そういう場合にずっと定期的に買ってる淡路島のフルーツ玉ねぎスープでーす。はい。これが、やっぱり玉ねぎといえば淡路島ですよね。私も前によく淡路島に行きましたし、淡路島の玉ねぎをネットで買ったりとか、していましたが、美味しいんですね。人によってはこう、何ですか、口コミみたいなのありますよね。人によってはちょっと、苦いかなとかなんか書かれてる人もいますが、私的には、我が家的には、いつもワインの時には、野菜スープとか、こう、作るんです。でもちょっと時間がない時には、この玉ねぎスープをピッてやったら楽です。はい。この玉ねぎスープ、30袋で送料込みで1000円だから、1つ33円ぐらいですね。はい、美味しいです。そして、これは今回初めて、買ってみました。これはですね、何かと申しますと、お味噌です。3種類のお味噌から、2つのお味噌を選んで、送料込みで1000円ということですね。で、まあ、お味噌も、こう、その中で私、赤だしが好きなので、赤だしという味噌と、それから、黒大豆の味噌って食べたことがないんで、黒大豆のお味噌を注文しました。中にはですね、これだけの量で、なんだっけ、300グラム、3、
300g と 300g、600g で、1000円はちょっと高いんじゃないのという口コミもあったんですが、いやー、でもこれ、ね、大変珍しいし、すごく、なんか、美味しそうなんですよ。兵庫県の足立醸造さんというところでして、木桶で仕込む。安心安全な原材料。あれ？これは醤油の話だった。味噌は？味噌これだ。すいません。足立醸造さんの、米麹味噌。まあ、こういうですね。兵庫。そういえば、この前のあの、牡蠣、サムライオイスターも兵庫でしたね。赤穂でした。はい。遠くに行けないので、早く行きたいですね。私今山梨県と長野県に今年は絶対に行きたいと思っておりますが、各地の美味しいものをこうやって送っていただいて、美味しくいただいております。全然日本語としておかしくてすいません。はい、ということでございました。楽しみです。そしてこれが美味しいな、大好きだなと思ったら、また、注文させていただきたいと思います。ありがとうございます。あら、サニーちゃんなんか落ち着いた感じで、なんか、こう、お品のいいワンちゃんっぽく、あら、あら、サニーちゃん？サニーちゃん？サニー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 ？一応返事をしてるつもり？サニー、サニー、サニー。サニー、あら。ちょっとすごくてすいませんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございまーす。はいはい。サニーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。